クリス池さんやらないの。Good morning, Golden Week! 時刻は5時45分。おはようございます。お相手は私、クリス・ペプ池。かっこ悪いペプ池。クリス・ペプ池がお送りしております。Golden Week Special Contents! 今年のゴールデンウィークは、伊豆。伊豆へ行きたいと思います。毎年私たちのこう大型連休はね、いろんなところこう移動するトリップを今までやってきたんですけども、今年のゴールデンウィークは伊豆のみね、伊豆のみで4日間遊んでまいりたいと思います。それでは行ってみましょう。 Here we go! テンション高い。今回のゴールデンウィークトリップね、コロナ感染対策をしっかりとりまして、人混みを避け、それから人との接触、これも最小限に抑え、マスク、手洗い、うがい等のね、個人的な対策をしっかりした上で、密を避け、最大限に楽しむ。はい。ヘッジがない。ロングがいっぱい、ロングだらけ。あ、こっちはショート。ほんといっぱいいる。さあ、ここから左をチェックラウン。シーラーハーバー。めっちゃ綺麗。さあ、どうですか、スミさん、波チェック。波は、ボヨンボヨンですね。ボヨンボヨン。あ、でも結構いるね。インサイドだね。あー、でもこっから見るとめっちゃ綺麗な海だね。あ、着いたの？うん、着いたよ。いやっほー、カタドハマー。駐車場ありないかな。阿部さん、到着しましたよ。海見に行こう。おいで。カタド到着。もう風が入っちゃってるな。風強くなってきちゃったね、青。はい。はい。ちょっと早めに入った方がいいね。どんどん強くなるから風が。よし、入ろう。じゃあ準備しよう。準備。よし、準備だ、青い。あ、いや。よし、青。海行くぞ。レッツ。どうだ、うまい？
見えるかよ。ほら、なんかあっち見てる。どの子か。向こう。髪がどうやって。そうそうそう。はい。よろしく。よろしく。小鳥の旅へ、レッツアゴー。出ました。痛い。うわ、ドゥルルルルル、すごい。ちょっと怖いので帰る。チビ一人いたら嫌だから。痛い。足先が見える。なんや、あれはどこの島？あれは、式根島。見えるんだよね、こっから。いいよ。位置についてー。よーい、スタート。なんで？早からビリってことはない。ジョジョン。まずランチはこちら、縁日屋進出1978。おお、縁日だわ。すげえ、このチキン顔のサイズある。でかラーメン屋さんとたこ焼き屋さんです。クレープとたい焼き。わお。小鳥が好きなのばっかり。やったじゃん。あ、お茶だけ。てってりー。煮干し鶏ダブル極みスープ。なんと店長さんから味付け卵サービスでいただいちゃいました。いただきまーす。やったね。煮卵。何これ、何？うん、うまい。次、台湾からいただきますね。普通のとは違う。うん、うまいね。控えめに言ってすごい美味しかったし、店長さんめちゃめちゃいい人、大好きになりました。縁日屋おすすめ、超おすすめ、超おすすめ。嵐が来る前に下田海中水族館にやってまいりました。見て、うん、でっけー。うわ、めっちゃでっけー。めっちゃでっけー。めっちゃでっけー。あ、窓から。うわー、ブサイク。はーい。あっちが足が水族館なんだ。面白い。あの離れの島の方に行くんだね、これね。すごい、イルカに餌あげられる。もうね、受付終了だって。終わっちゃった。すごい降ってきた。なんと到着するや否や、どっしゃぶりの雨やないかい。どっしゃぶりの雨やないかい。それじゃあね、魚類大水槽行ってみましょう。うわー、すごいよ。ルルルルルルー。うわー、すごい。何あれ。ウツボ。あいつら噛みつくから気をつけた方がいい。
けど。すごいね、これイワシでしょ。見て、動いてる。すごいね、変な顔。ブサイクだな、お前。うわー、予想以上にすごい迫力。すごい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 。この子ね、地面についてる。本当だ。ちょっと下田海中博物館侮ってました。かなりすごい大迫力。うわ、サケ、サメサメサメ。この野郎悪い顔してんな。ペリーの格好をしたダイバーさんだ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。エイがえらいこっちゃ。食べろ。吸い込むように食べる。やばい、これヘビ。めっちゃすごい顔してる。これとっちゃん、青色や服の色と一緒だよ。そうだね、デッドベアと一緒だよ。なよこれ。花ひげ、うつぼ。うつぼだって、これ。わ、ほんとだ、よく見たら顔がうつぼ。これが卵の中。あ、本物じゃん。すごい、本物やん。どれ見て見て見て、ペンギンです。なんでみんなケツ向けとんじゃーい。鳴き声ブサイク。まずは来た途端に終わりだった。水道から皆様にありがとうございます。そこからダンスでの人生を見てくれ。あいつやべえんだよ、こんなちっちゃいのに人殺せるらしい。えぐい顔してるね。あ、クラゲだ。電池で動いてるみたい。うわー、やばい。ジェルフィッシュ。赤クラゲだって。いやー、ダメだ、大嫌いなタイプだな、これ。巻きつついて。誰やねん、イルカのショー。見せてくれているのは、テーマウォーク。ドルフィンキスと呼ばれ、大変素晴らしいんです。下田海中水族館、楽しかった。今日のお風呂、銀の湯会館でした。いやー、湯沢から約1ヶ月ぶりの大浴場。ずっとね、大浴場ロスだったので、ようやく温泉に入れて大満足でした。次は夜ご飯行ってみましょう。今夜の夜ご飯はここ、シン。 Here we go。 戻った時の、あ、いいね。よし、決まった。小鳥さん、小鳥さん、ディンディン。さあ、もういくら丼、ドゥンドゥン。アホイさん食べちゃった。なにこれ、マグロたたき丼。うん、うまそうだね、おい。ガブっていけ、ガブっと。おいやす。母ちゃんのなに、おまかせ丼食べちゃうぞ、帰ってこねえんだったら。俺の釜焼きが来たぜ。いただきます。ごちそうさま。うまい。ごちそうさまでした。はい、今日のお店に来ました。美味しかったです。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。小鳥さん大満足、めっちゃ美味しかった。イエーイ。お腹ポンポコリ。太っちゃダメよ、太っちゃダメよ。お味噌汁がすごい美味しかった。すごい美味しかった、お味噌汁も。さあ、ハイエース新しい2段ベッドモード、このような感じになっております。2段ベッドに寝るのは葵さんです。今はですね、このようにブランケット類とかね、それから枕とかクッションとか、その辺を置く場所になっております。あなた今日上に寝ます？うん、いいですね、挑戦してください。
はい、皆さん、やばいですね。どっしゃ降りの雨とめっちゃ雷という状況ですけども、はい、あ、葵さんいいですね。このような感じでベッドルーム完成しました。まあちょっとあれだよね、空間的には少し広くなったような感じがする、うん、そうだね、その下は誰が寝るんだ、うん、小鳥。さあそんな感じで、時刻はまだ7時ですね、7時半か、もうね。おお、聞こえた、すごい雷、聞こえた、雷やばい。今どっしゃ降りの雨、うち、なんだっけ、デッドニング一切してないからめっちゃ音響いてめっちゃ響くね。ねえ小鳥、そんな車中泊ナイトです。さあじゃあ今夜は伊豆の国ビールで乾杯したいと思います。伊豆ビールで乾杯。お疲れちゃーん。美味しい。うまい。さあそれでは本日のセットアップです。まず真ん中から行きましょう。これね、車のメインバッテリーから、引いて、このインバーターで300ワットのインバーターですね。で今この LED の照明は明るい、まず今これだけ撮ってます。でこちらのバッテリーで、冷蔵庫の足元にあります冷蔵庫の電源を取りまして、まあこっちはね、携帯とかの充電程度しか使ってませんが、まあこのセットアップ、これでまあ今夜はのんびり、この暴風の中、雷ですよ、まあのんびり過ごしたいなと。ちょっとね、蒸し暑いので今日から、扇風機早速稼働中。じゃあ映画でも見ましょうかね。 Yes. You ever see a Blood Diamond? Yeah.No, I know it's about diamonds, but it really captures the vibe. I don't know if it's the same region. Kashiwa Tonight. 今日はランページ。なんか恐竜とか猛獣とかの映画見てます。さあ映画終わりましたよみんな。ね、小鳥さん、まあ楽しい映画でしたね。Kashiwa Tonight。またやりましょう。雷。うん、来てみ。すげえ見えるよ。ほら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 、見た？やばくない？皆さん、この音聞こえますか？どっしゃ降りの雨です。あ、雷、大雨、車中泊やばくないですか？やっぱどっしゃ降りの時ほど車中泊安心だね。なんで？あの雨がほら持ってくる心配みたいなないじゃん、テントだとさ。あ、そっか、確かに、うん、そうだ ね水はけちゃんとやったっけみたいなのとかあるからさ、それに比べると全然安心してできるのも車中泊、はい、ただ今足元ドロドロなんでね、うん、ちょっと出たくない、トイレ行くのが大変な状況ですが、ワイルドアドベンチャーって感じで楽しんでます。今日はもう寝ます。グナイグナイグナイ。That father is 10 and permed!